第1試合場、赤富山県選手6段寺島選手、白愛知県4段山田選手。今回の優勝経験者勝井介を呼びました。富山の片岡工芸高校を決めに寺島勝負4回目の出場、今大会初白星が3回戦まで。そして愛知県山田雅也、こちらは社会人大手高校の24歳、勝った方が準々決勝、今後と対戦することになります。第2試合場、赤、面が入りました。第2試合場で行われました赤、神奈川県村山選手と東京、宮本選手の試合は赤、村山選手が勝ちました。続きまして第2試合場、赤、栃木県三段大平選手、白、大阪府五段草野選手。Thank you.
追いかけましたが山田は面ではなかった。やはり相手が入ってくるところは山田許さない。手元の時計残り20秒このまま行けば愛知の山田雅也準々決勝に駒を進めます。もろ手突きを追わず返し目試合場ただいま行われました赤富山県寺島選手対白愛知県山田選手の試合は白山田選手が勝ちました。